AFC 元スポーツです。 iPhone から現在2種類のデニムが用意されているんですけれども、今回はそのデニムを比較していきたいと思います。当店 YouTube チャンネルの登録、高評価、そして通知のオンもぜひよろしくお願いいたします。またコメント等ございましたらお気軽にお待ちしております。今ラインナップにあるのがアップアーマージーンズと MH1000 パンツの2種類のデニムです。アップアーマージーンズはスリムタイプのデニムになっています。 MH1000 の方は少しゆったりタイプのデニムになっております。プロテクターはアップアーマーは膝にゴーストの B3 オーが入っております。ゴーストは1枚が 0.6 ミリの厚みになってますので非常に違和感なく履けます。 MH1000 は腰と膝に標準の厚みの D3 のプロテクターが入っております。共通していることは両方とも少し長めにできております。バイクに乗るとどうしても裾が少しずつ上がってきてしまいますので、そこに対応しております。必要に応じてロールアップしていただいても大丈夫です。 MH1000 の膝のプロテクターの位置は横のジッパーがあるんですけれども、高さの違うポケットが3つに分かれてます。なのでその中からお好きな高さで合わせていただいてプロテクターの位置を調節することもできます。サイズ感に関してなんですが、アップアーマーパンツは従来通りのサイズ感で履いていただいて大丈夫です。最初結構タイトめに感じるかもしれないんですけれども、履いてればすぐに伸びてきます。まあ、個人差あると思うんですけれども、僕の場合30インチ履いてますけれども、最初はベルトなしで履けてましたが、20分ぐらい、30分ぐらいした時に結構緩くなってきたのでベルトをするようにしました。で MH1000 の方に関しては普段の履かれているインチよりも1個下げていただいても大丈夫です。例えば普段30インチの方でしたら28インチのサイズでも大丈夫です。これはデニム自体がストレッチしますので非常に馴染みやすいです。それから元々の作りが少しゆったりめにできてますので、サイズ感を1個下げても履けます。何かご質問等ございましたらいつでもお問い合わせください。当店サイズチャートもぜひご確認の方よろしくお願いします。それではRide Safe、RideLego。